ずっとぼっちだった俺にモテ期が訪れた。ただしヤンキーの女子限定で私ユーゴに惚れちゃった。もっとあんたのことを知りたい。だから私をそばにいさせてよ。どうしてこんなことになったのか、それは少し話を前に遡る。みんなはただ道を歩いているだけで通報されたことはあるだろうか。俺は何回もある。下校途中の小学生と出くわすとかなりの確率で防犯ブザーを鳴らされる。防犯ブザーを鳴らされた選手権があれば2位以下を突き放してぶっちぎりで優勝できることだろう。そんな不名誉な称号はいらないのだが、なぜ俺は出くわす人に通報されてしまうのか。それはひとえにこのこわもてが原因だった。俺の顔を見た人々はこう言う。鬼、悪魔、有力な情報提供をしたら最高300万円の報奨金が出そうなどなど。おかげで俺、鮫島優吾は学校のみんなからも避けられて、これまでずっとぼっちだった。俺は鬼でも悪魔でもない。これまで一度も他人と殴り合いの喧嘩なんてしたことないし、寝るときはクマさんのぬいぐるみを抱くくらい可愛いものが好きなのに。前の学校では一人も友達ができなかったけど、両親の転勤で転校して今日からは新しい学校だ。今度こそ友達を作って高校生活をエンジョイしてみせる。転校初日、通学路を歩いていた時だ。ひぃ、助けて。おらおら、さっさと金を出すんだよ。お前は俺たちの貯金箱だろうが。おとなしそうな男子が柄の悪い男たちに襲われていた。この町は治安が悪いと聞いていたけど、噂通りだったのか。関わり合いにはなりたくないけど、困っている人を放ってはおけないし、仕方ない。おい、その辺にしておけよ。それ以上その人に手を出そうとするなら警察を呼ぶぞ。あぁ、なんだてめえ、ぶっ飛ばされたいのか。で、うお飛んで火にいる夏の虫ってやつか。貯金箱がもう一匹増えたことを喜ぼうぜ。うお、なんだこの凶悪な面、どう見てもただものじゃねえ。不良たちは俺の顔を見るなりビビりまくっていた。すみませんでした。不良たちは尻尾を巻いてスタコラと逃げていった。君大丈夫か、怪我とかしてないか。あ、はい、助けてくれてありがとうございます。お兄さん、顔は怖いけどとてもかっこよかったです。いやー、いいことをすると気分がいいな。しかし本当にこの街は治安が悪いんだな。街中で普通に喧嘩が行われてるし、道路を走ってるのは暴走族みたいな人ばっかりだし、俺が通うことになってる清流高校は治安が良ければいいけど、全然良くなかった。むしろ最悪だった。転校初日のホームルーム、教壇に上がった俺が見たのは不良ばかりの教室だった。こんなところで俺は生きていけるのか。皆さんと仲良くできればと思います。今日からよろしくお願いします。いえ、悲鳴が上がった方を見ると、さっきの不良の姿があった。あいつだ、俺が今朝出くわしたのは。え、あの転校生がマサたちを眼光だけで退けた化け物なのか。うちのクラスでもトップレベルに強いマサをあんなにビビらせるなんて、あの転校生ただものじゃねえ。すげえな、とんでもない逸材が現れたぞ。この学校では強さこそが正義。みんなあの転校生についていこうぜ。そうすればこのクラスも安泰だ。うわぁ、鮫島さんよろしくお願いします。なんかいつの間にか祭り上げられてる。鮫島さん、飲み物を買ってきました。鮫島さん、肩凝ってないですか。重みしますよ。いや別に大丈夫だから、気を使ってくれてありがとう。おお、なんて謙虚な方なんだ。鮫島くん、こっち向いて。その凶暴な顔を私たちに見せて。キャー、この世のものとは思えないくらいのすっごい怖い顔、素敵。いや、それは褒められてるのか。めっちゃディスられてる気が。ねえねえ、私たちと一緒にお弁当食べよう。あんしてあげるから。食べ終わった後はうちが膝枕してあげよっか。耳掃除もセットで。男子も女子も嘘みたいに俺のことを慕ってくる。この学校では強さこそが正義だと言っていた。きっとこわもてのせいで喧嘩も強いと勘違いされているのだろう。まさかこの顔の怖さがプラスに働く世界があるとは。ぼっちだった今までを考えると夢のような高校生活だけど、けど実際の俺は強くないから、それがバレてしまったことを考えると恐ろしすぎる。ねえ、あんたが鮫島って転校生？そうだけど。私は東条アンナ、一応このクラスの頭を張ってる。あんた強いって聞いたけど、それって本当なの？正直疑ってるんだけど。うわ、いきなり疑われた。というかクラスの頭、このめちゃくちゃ可愛い女子が。
俺が強いかどうかだって、それは自分から言うことじゃないだろう。確かにね、強いかどうかを決めるのは他人だし、だからさ、私と対マンで勝負してよ。え？そうすればはっきりするでしょ。言っとくけど逃げるのはなしだから。うおぉ、鮫島さんと東條がクラスの頭の座をかけて屋上で一騎打ちだってよ。マジかよ。東條は鬼姫の異名を取るからな、鮫島さんもきついんじゃないか。どっちがクラスの頭にふさわしいのか見届けに行こうぜ。最悪な展開になってしまった。まさか怠慢することになるとは。俺は人生で一度も喧嘩なんてしたことがないんだぞ。それじゃ始めよっか。どっちかが降参したら負けね。いやでも女子相手だし意外となんとかなるかも。いや、え、蹴りでフェンスを蹴破った。私の蹴りはコンクリートも砕けるほどだからね。コンクリート？こんなとんでもない相手に勝てるわけない。それからの俺はひたすらに逃げ回っていたけれど、とうとう壁際に追い詰められてしまう。ちょこまかと逃げ回ってたけど、やっと追い詰めた。もう後がないけど、追い詰められたネズミは猫を噛むってところを私に見せてよ。くそ、どうすればいい。何もしないなら別にいいけど、じゃあそろそろ終わりにしてあげる。東條が俺にとどめを刺そうと向かってきた時だった。うわー、東條覚悟しろ。ヤジ馬の間から飛び出した男子が東條にタックルを食らわせた。け、死角からの攻撃を東條はもろに食らってしまった。それだけならただ後ろに倒れるだけで済んだ。けれど彼女の後ろには錆びれたフェンスがあって、体重がかかると外れてしまった。東條の体は屋上の敷地を抜け宙へと投げ出される。いや、誰か助けて。絶望に染まる彼女の瞳を目の当たりにした瞬間、俺は屋上の縁から飛んでいた。東條、俺の手に掴まれ。空中で東條の手を掴むと彼女の体を抱き寄せる。鮫島、あんたどうしてこんなこと。自分でもわからなかったけれど、今にも泣きそうな彼女の目を見た時に放ってはおけないと思った。もうすぐ地面だ。この高さから落ちたら助からない。俺が覚悟を決めた時だった。バシャーンと音が鳴って俺たちの体はプールへと落ちた。ギリギリ運が良かったおかげで助かったみたいだ。プールから上がった後、東條が俺に尋ねてきた。ねえ、どうして私を助けたの。落ちたのがプールだから良かったけど、アスファルトだったら確実に命はなかったのに。俺にとってアスファルトは羽毛みたいなものだからな。これくらいで死ぬような玉じゃない。もちろん嘘だった。俺が強くないということがバレないように強がっただけだ。おい、二人とも大丈夫ですか。俺たちの中に他のクラスの鉄砲玉が紛れ込んでまして、そいつの仕業だったみたいです。もう捕まえたから安心ですよ。負けたよ。え、今なんて言ったんだ。負けたって言ったの。この勝負は私の完敗。私を助けるために屋上から飛び降りるようなやつに勝てる気がしないから。それにもうあんたには蹴りを打てなくなっちゃった。惚れた相手を傷つけることなんてしたくないからね。そうか、惚れた相手にな、って、私ユーゴに惚れちゃった。屋上から落ちた時に恋にも落ちちゃったみたい。これからはクラスの頭になったユーゴをそばで支えることにするよ。うおー、新しい頭の誕生だ。強さと男気を兼ね備えてるなんてマジで半端ねえぜ。鮫島さん、俺たち一生ついていきます。おい待て、俺はまだ頭になるって決めたわけじゃ。どっちにしても私を倒したって噂はすぐに広まるだろうから、これからは名を上げたい生徒がユーゴに勝負を挑んでくるだろうね。はあ？でも大丈夫、ユーゴなら全員返り討ちにできるよ。だって私に勝った男なんだもん。それに私がユーゴのことを支えるから。だから一緒にこの学校の天下を取っちゃおうよ。嫌だ。不良たちの頭としてヤンキーたちにモテまくる俺の高校生活はこれからも続きそうだ。